今日はですね、うん、原稿館をしたいと思います。いいですね、はい、ギターショップらしいですね。ギターショップらしいことをねしてみたいなと思って原稿館、そうです。でもただ原稿館する動画じゃ面白くないですから。まあそうですね、結構うちの宮店の店長は原稿館が早いという噂をね、そうですね、うん、知ってますので、原稿館にはまあ自信がありますからね。何分でやりますか。まあ原稿館、まあ、1本、まあ、5分あれば5分原稿館できるかな。5分、はい、まあ、5分でも早いでしょ。いやいや5分か5分早いでしょ。普通の多分15分ぐらいかかるで。5分か3分だったら3分やったことある。3分やったことない。ラーメンとの勝負になりますね。ラーメンとの勝負、どん兵衛より早いかな。どん兵衛より早い、確かに確かにな。3分1回ちょっと今日はそういう動画3分で原稿化できやすげえと思うよ。確かにお客さん増えるから増えると思う、うん、この使うのは、うん、使うのはギターの弦と、はい、もちろんね素手じゃちょっときついから、うん、まあニッパーとこのストリングワインダー、はい、この弦をこうまあ、手でやると腱鞘炎になっちゃうんで、アルト便利ってやつ、ね、アルト、まあ、通称アルト便利ってやつ、この、まあ、スタンダード、スタンダードなセットかと思います、うん、その3つを使って、うん、特殊なだから道具は、うん、特殊な道具は一切ないです。うん、うん、いいですね。じゃあ早速やってみますか。早速やってみます。とりあえずまあやってみましょうか。3分ってすごいよ。3分、じゃあ3分ちょっとセットしてください。3分タイマー、これです。タイマーセットしてます。で3分後にピピピとなると、うん、やれるかな。うわ緊張するなこれそうだ。じゃあ行きますよ。はい、いいっすか。よーいスタート。頑張って。まあこの辺じゃあゴミは適当にやりますよ。それはいいの。あ手が震える、手が震えるよ。6弦よいしょ。でもやっぱ丁寧さもね、ちゃんと。あ確かに、ね、そうや、今危なかった。丁寧さもね、よいしょ。いや3分は本当に早い。大体初心者の人とかは20分とかかかっちゃうからね。そうだ、結構そうだ、ね、それを3分はねすごいよ。3分できるかな。3分でもできないってことだね。もう1分経っちゃった。あ、もう1分経ちましたよそやばいやばいやばい。いくつももう経っちゃいましたね。くそ入らなくなったんだな。丁寧にね、丁寧にね。お客さんのギターだっていうのは、まあ確かに、うん、そうですねまあ早いからって適当だったらね。いやそうダメですよ、うん。でもそれにしてもいいギターですね。そうなんですよ。まあ、これはノーブランドなんですけど、まあお客さんがすごいこだわって作ったオリジナルギターなんで、そういう召喚の挟む余裕がすごいです。まあプロですからね。うわ素晴らしい。さあここからですよ。ここから勝負はここからですよ。よいしょ、まあ、今回チューニングはね目をつぶるんで。ちょっと集中します。あと1分、あと1分です。やばい。いやでもいけそうな感じちょっとあるね。手が震える。やばいなあと40秒。どうですか。やばいやばい。あでもいけそうなんじゃない。いけそう。やばいやばいよいしょ。いけんじゃない。今ね、何弦ですか。4弦いってますね。やい3弦4弦か4弦ですね。4弦あと3、2、1ですよ。3、2、1おっと10、はい、今おはい、いきますよ。10、9、8これは無理だな。7、6、5、4、3、2、1あー終了
3分でどこまでできたか、はい、ちょっとにしてもらいましょうか。3分で、3分でどこですか、まあ、弦外して、うん、まあ3弦張るとこまでですね。3弦ぐらいまでか、うんうん、でまあちゃんと綺麗に1個ずつ巻いてあるんでまあチューニングの狂いとかもね。そう、じゃああと2弦と1弦が惜しい、うん、惜しい、おー惜しいですね。うわマジで悔しい、悔しいね。いやでも全然早いですよ。まあまあね、うん、だいぶ早いですね。何百本と変えてるんでね、うん、まあでも弦交換ってなかなかあの月に1回だったり半月に1回だったりするんで、なかなか慣れるまで時間はかかるんですけど、まあ皆さんもあの何ていうんですかね、まあたくさんギター持ってたくさん弦交換すればこれぐらい、これまあちょっと3分チャレンジ無理だったんですけど、まあちょっと3分切れるようにもっと頑張ります、もっと頑張るんですけど、まあとりあえずまあ弦交換はやった分だけ早くなるよっていうことですね。早いですね。まあ挑戦したい人はいつでもいてください。あの3分で切れるように頑張って練習しとくんで、ね、チャレンジだったりとかやっていきますんで、ギターにまつわるいろんなことね、うん、まあなんかリクエストとかあったら言ってください。どんどんチャレンジしていきますんで、じゃあまた